何があったんだ。おばあちゃん、これはどういうことだ。町中誰一人歩いていないじゃないか。何があったか説明してくれよ。わしの口からは言えん。教えてくれ。それでもわしの口からは言いとうない。これで手を打ってくれないか。白芸が大暴れしとるんじゃ。白芸？レムとラミの誕生日に向け大暴れしとる。レムとラムの誕生日？2月2日のことか。お主が戦ってくれんかの。あとは頼んだじょ。5日間いくら貸してほしいの？なほんま言うたらな、5ぐらい欲しい。5万貸してほしいの？うん、いいよ。なんでそんなん？10万買ったから。いいよ。本当に返せる？大丈夫？返せるよ。まあ、ちょっと忘れないでね。忘れへんわ。変な人には借りないで。いやいや、借りてへん。あ、オッケーオッケー。借りてない、誰も。スバルよ、この台な、よくわからない579ゲームで当たった後、まあこの、まあ A、モード A なんだけど、まあよくわからないのがもう一個あって、まあ200前半で全長あった後、300前半で全長あって、300後半でも全長があったんだよ。だからモード B かモード C かなって疑ったんだけども、その後430の全長をスルーして、まあここに至るわ。まあこの台、まあ何なんだろうってなって話だよね。300後半の前兆が来た時点で A 点の可能性が下がるんじゃないかと、ポイントが貯まるみたいな計算が、まあ、システム的に組み込まれているのであれば、まあ、A 点まで行くのが、まあ、確率的には少なくなるんじゃないかなっていう、まあ、そのおかげで、まあ、これね、まあ、仮に690で当たってこれ、300後半の前兆がなかったら多分アイコンは取れてなかったと思うんだよね、多分ね。まあそれがなんだって話になるんだけど、まあ、このお店もう一つ言うとくと、僕このお店敵に警告受けてます。はい、喋っていたらもう今すぐ動画を消して出てってくださいと言われたことが2回あるので、まあ、静かに打っていこうと思います。でもまあアルバイトの店員さんは、あ、なんとかさんですかっていう風に話しかけてくれるので、まあ、すごい厳しい方と、まあ、すごい優しい方が入り混じっているので、ちょっとね気をつけていこうと思います。白言はちょっと喋らずに行くわ。あ、サイレントテンダーに行く。サイレントテンダー、まあ、勝てば何でもいいから俺は。いくぜ。これはもらったわ。ありがとうアルバイト。撃破率アップチャレンジ。レムにお手伝いします。スバル君を丸ごと信じていますから。白芸攻略戦突入。ちょっとでかさだ。怖いですか。you
1万4000だぞ。白芸が大暴れしとるんじゃ。ここにキャラいたっけ？あれこれバグ？あれ AT 中ってここにキャラいたっけ？あれこれバグじゃね？やったわね。チャンス目からの銃。
エムはスバル君を前ごと信じていますから。頑張って。
やめろよマジで。弱中でお願いします。わっついかや。やめようかな、やめようか迷うまであるわ。でも4以上だからな。あゲット。はい、ということでスイカでこれモード A ですね。モード B の煽りは1個もなかったからモード A なんですよ。で、体操の入りはめちゃくちゃ良かった。いいとこに飛んでたんだろうな。めちゃくちゃ良かったっていうのはあるんだけれども、負けたら意味ないからな。カットインやり撃破からの黄色アイコン、これ突破すれば、まあ、強 AT だろうから1000枚というか、まあ、1万プラスでは帰れるんじゃないかな。残りメダルが大体あと400枚ぐらいあると思うから、いやこれ1でも突破しよう。逆に言うとこれ突破しなかったらもう時間がないから、もうこれで最後、うん、突破しなかったら負け、突破したら勝ち、ただそれだけだ。スバル全力でいけや。撃破率アップチャレンジ。エムはスバル君を丸ごと信じていますから。勝負白芸だぞ。慎重に冷静に立ち回れよ。白芸攻略戦突入。一発花でも OK。 スバル君大丈夫だ。エム調子でいいぞ。ないけどよ、突破したら俺の動画の中では完走率はめちゃくちゃ高えんだ、共栄 T 率もめちゃくちゃ高えんだよ。低設計ばっかり打ってるからそうなってるのかもしれないけど、設定4でも全然完走あるからな。いや4の方があるかもしれんな。まあ突破しないとその土台にもステージにも行けないから突破してくれよ。まだわからん、まだあるぞ、まだあるからな。命張ってるばっかじゃねえぞ。次の1ゲームでほぼ決まれ。頼むリカだ。大丈夫だ、次のこの1ゲームだ。全てよな、この1ゲームで決まるんだよ。クルシュ、お前は星4だろ。お前が選ばれたら勝てるんだよ。星2の2倍期待度あるんだからな。行ってこい。もらった。いや、さすがに負けないだろう。クルシュがここまで仕事をしたんだぞ。なあスバル、ネームを呼んでこい。あっ、負けたわ。え、こんな負けたんだけど、プッシュ来るかな。お疲れ様でした。また遊んでくださいね。そっかじゃねえよマジで、どいつもこいつも。だからスイカだけは絶対に打つなっつってんだよ。お前ら絶対にスイカ打つんじゃねえぞ。もう帰るわ帰るわ、コンビニ弁当食うわ。負け、何があったんだおばあちゃん、これはどういうことだ。町中誰一人歩いていないじゃないか。
何があったか説明してくれよ。わしの口からは言えん。教えてくれ。いくら貸してほしいの？なほんま言ったらな5ぐらい欲しい。5万貸してほしいの？うん、いいよ。なんでそんなん？10万買ったから。ああ、ええの？いいよ。まあちょっと忘れないでね。忘れへんわ。変な人には借りないで、ね、いや借りてへん。ああ、オッケー借りてない誰も。オッケー。ほんでちょっと15日までピンチやな思ったから、お言ってみた。また2週間後ぐらいに出てくるとか言ったから、おその時15日過ぎてたら返せるしよ。ああ、分かった。うん、じゃあ15日過ぎたら5万円。うん、うん、5万円で、もし返せなかったら、うん、またなんか演技してね。うん、演技はせえへん。演技はせえへん、うん、ちゃんと断る。